アキナの飽きないチャンネル始まりました。久しぶりやね。久しぶりです。嬉しい。お待たせいたしました。本当にようやく。でももう半年ぶりちゃう。もうほんまにそうね、うん、この出かけれんの。そう嬉しい、うんうん、今日はね覚えてます、この景色。この景色、はい、もちろん、はい、もちろん、ね、奈々さんね、忘れもしない、うん、豚骨ラーメンの激闘。豚骨ラーメンも覚えてる。全部覚えてるよ、ね、激闘です、うん、本当に。鎧も置いてあった、鎧も置いてあった、うん、はい、今日はここを、うん、今の時間から貸し切りにさせてもらっております。貸し切り。そうです。おまただって前回もね貸し切りで、はい、そうですそうです、うん、嬉しい。ここでもフルに、うん、あの時はほぼ一歩も外出てませんので。出てないよね。なんかもう料理ずっとしてたもんね。そうそうそう、うん、だから今日はこのファームハウス奈々さんのこの外とかをもっと楽しもうかと。あ、なるほどね、はい、ちょっと周り散歩してみたりみたいなこと。そうそうそう、あ、いいやんか、いいやんかね、うん、なんでちょっと出かけることは無理やったんやけど、うんうんうん、貸し切ることができるなら県外出てもいい。あ、なるほどね、はい、いいやんか、 OK、 ちょっといいか、はい。あの時だから外はほぼ出てない。出てない。マジで嬉しい、うん、もう久しぶりです。どこが貸し切りやねんなあどこが貸し切りやねん先客おるがな。何がな、びっくりした。何がな、誰もおらんやん。めちゃめちゃ談笑してある。誰もおらんやん。誰もおらん。見えてないのこれ。え、見えんの。見え、逆に、うん、あ、マジで妖精やで。ほんま、うん、ほんまに女4の男2よあ、見える見える妖精よ、うん、ファームハウス奈々さんの妖精。妖精、妖精です。どこに、奥に男性一人いるんですけど、うん、もう一人男性いるかちゃんと分かる、見える、分かる。どこ、そこやろ今携帯触ってあるやんか。ほんま、うん、これこっち撮ったやん今写真。ほんまに男性やん。妖精も携帯持ってんの、うん、じゃあ分かるって。どこが貸し切りなの。気にせんでいいから。気になるって気になるで。でも、うん、借りてんのは俺らだよ。そうやんな借りてんのは俺らだよ。これは正式にちゃんとそこは予約もしてるから気にせんでいいってこと。そうです。俺らの時間でいいのよね。だからそう撮ってくれてあるけどなんでなんでいてはんの、んなんでいてはんの。もう、あ、もう、うん、近所の方情報漏れってこと。ファームハウスなの来るってなって、うんうん、お母さんが、うんうん、まあ、僕ら行くっていうことで、うん、もうこうやってもう集めてくれて。あ、そういうことね、うん、でもそれは嬉しい、うん、だからもう全然気にせんで、気になるってもう真ん前でいろんなことするから、うん、あ、ここで、うん、けどがずっと旅のギャラリーがいるって考えてくる。で、おのおのに多分帰りたい帰り時間に帰ってきはるかもしれんし。あ、そう、うん、そういう感じで今回はやっていくのね。そうそう、うん、あれ、あれ、なんだ、何どれどれのこれ、なんか置いてあるどれこれなんかタバコが、うん、何本か刺さってて水、うん、なんかポン菓子か、うん、どれから説明したらいいんやろ。ポン菓子は、うん、実はここの、うん、方からこの作ってんねんっていただいたんです、うんはい、なかなかの精米所で有機米ポン菓子、うん、ね、竹切りたぬき、うん、水木しげるさんが、うん、実際にそういう妖怪がいるって言って、うん、言ったってこと、うん、それをここにパッケージとして貼り付けて、うん、これは売り物、これ売り物、うん、これも売ってない、うん、山田錦の、うん、そう でうまうまいって言ってたら、うん、うまいうまいみたいな話が、うん、ね、これもこれも言って、うん、これもいただいた。え、ってことは一回ここにまず来てみんなでちょっと喋った時間があったってこと。ここみんなで来て、うん、みんなでこう水をこれ何ロックやろ、コップロックあるってことやんな、うん、やらせ、こっちスタッフがロックだから一回俺らの分やこれ。一回こう来て喋った、うん、喋った、うん、喋った、うん、喋ったし、あのみんなと写真撮った、うん、そう、みんなさんとちゃんとお話もして。ただこっからはもうフリータイムですよ、うん、だからほんま何ができるってことやね今日は。色々何でもできます、うん、絶景ポイントの夕日ほうありますし、うん、ライ麦狩り体験、ライ麦狩り体験、はいはい、
農業できんの、はい、3ミニッツトトロの森散歩3ミニッツ3分3分か、うん、トトロの森のようなところを3分だけトラベル旅行みたいなのできます3 分,、はい、3分で散歩、蜂蜜のぞき見体験蜂蜜のぞき見体験どれがいい蜂蜜だけをのぞく蜂蜜どれがいいどれがいいいや全部それやってみたいできる限りやりたいからだから時間も時間やろそうやでうんまあ夕日はまだ日没とかあるんで、うん、まだちょっと大丈夫やせんね、うん、だからライ麦狩るってなっても暗くなったら無理とかなってくるやろそうそういや全部できる限りやりたいよどれがいい、うん、パッと言ってくれたら蜂蜜のぞき見蜂蜜のぞき見蜂蜜のぞいてみたい一回やってみよう何なの蜂蜜のぞき見俺もちょっと、うん、詳しくは分からへんのぞきたいお母さんの蜂蜜のぞき見ちょっとやらせてもらっていいですか強力なサポートすごいやと共にえー、うわマジやマジなやつやこれ女性だけでやられてるということですよねそうですはい普段は女子部ですこれですよねそうです亀岡養蜂女子部養蜂女子部書いてるここに亀岡養蜂女子部普段はお姉さんらが活動して、はい、これはどうするのぞき見のぞき見じゃなくて足し箱する足し箱したんやね足し箱足し箱しましょうかほな手袋いるんじゃん手袋はそうやねそこ2つあってできればこの中に入れてじゃないとここの隙間から蜂入ってくるからええそうなんですそんなマジなんですかマジのぞき見これやばいやばいこれのぞき見でいいんですよあれえこれってちょっと待ってください蜂の蜜は取れないんですよね。まだね時期じゃないんです。時期じゃないから。これ今日は何をこれするの？見るだけがいいか。はい。あの足し箱をしてみたいとか、覗き見レベルじゃないですよねもうこれ。そうです。これめっちゃ危ない。危ない。これ危険すぎる。ちょっとズボン貸して。誰の？堀さん貸して。堀さん貸して。だって俺危ないやんこれ。これ危ないやん。か。お前もそのまま行くかい危ないってパパパパのズボンはいや、堀さんお父さんの方が一番いいよちょっと待ってお父さん嫌や嫌やってお父さん嫌やとか言うな一回貸してくるなんでなんでなそれ危ないやんこうやって来てもじっとしてて腹がダメなんですよえ、この君払わんかったらじーっとしてたら大丈夫あめっちゃいいの来た先生来てもらって、うん、これ違う違うタイミングよ違う違うどんな俺やもんえこれ僕ですかいいんですかいいよいいよこのままやったらもうほんま危険すぎるしとにかくこれ来てそれ上からその白いの来て、うん、そうそうそう、うん、そうしましょうこれ一か八かこれでもいけるいやいやいや足が上がると思う行ってみんじゃんこれでは無理なのかそれでいいと思うこれでは無理なのそれはやめだろうこれでは無理なの行ってみんじゃんそれでいいと思うでも実際襲ってこないですよねいやわかんないいやでもわかんない払った瞬間にあ払った瞬間にやられたらもうそれで撮影終了になるじゃないですか撮影終了どうするんですかこれせっかく来たのにそれで終わってしまうたらめっちゃ怒られてるやんはい、これで完璧ですよね。オッケーです。バッチリ。完璧。それでは、はい、今から、蜂を潰したら、絶対蜂に怒られて刺されますんで、潰さないようにっていうのが一番重要で。潰すって何なんですか？あのね、ここを開けたら蜂さんが出てくるじゃないですか。はい、で蜂さん出てきて、例えばこの辺に止まるとするでしょ？ちょっと説明早っ。ちょっと待ってください。今から、はい、このここにこれを1個足します。お母さんそれでも声嘘ですか？え、地声ですよ。なんだ嘘ってことですよ。ちょっと小さい声にします。全然大丈夫です。1、2、3、4、4台。めっちゃちっちゃなった声。ほんでこれにもう一段足します。足すのは ここの隙間にこれを持ち上げてここにこれを入れます。はい。そういう作業をするんですけども、その時に蜂さんがあのバーッと出てきて。はい。それで例えばここら辺に止まるとしますね、はい、それに上からこれをバーンと押したら蜂さんが潰れます、はいはいはい、潰れたら蜂は怒ります、はい、こうはちょっと待って、まあ、なるほど大丈夫そう攻撃したって思うんですねそう潰さへんかったらだから潰さへんように襲ってきたらもう逃げる逃げる、うん、逃げる時は30メートルぐらい走ったら大丈夫ですでもね走って逃げたら、ね、絶対ついてくるから、はい、あ の, のんびり普通にのんびり普通に離れてください
その方が焦らずにってことですか。そう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 。あ、エイコさんの分がない。あ、いい、私大丈夫。大丈夫なんですか。エイコさん大丈夫なんですか。エイコさんって山田君のお母さんと同じ名前ですか。どんな字ですか。ゴンベンに永遠の絵です。ゴンベン、あ、違いますよ。漢字は違う。おかん、あの英語の絵。ちょっと待てよ。そうってね、そうってください。いや、え、怖っ怖っ怖っ、ほんまに。ここ、ここの間から見てください。はい、はい、見えた。え、もっと、見える。どこ。うー、めっちゃいる。見える。うー、めっちゃいる。めっちゃいるでしょ。うー、めっちゃいる。え、見える、見える。めっちゃいる、見て。もうめちゃめちゃいる。めちゃめちゃ、もっと入らんと。もっと入らんと。怖いで、怖いで、入り込むが。じゃ、もっと。わかる、もっと入らんと。もっと。怖いね、怖い。うん、そう。ここに、ここに背つけて座って、こうやって上を見上げて。首も限界やねん。もっと。怖いね。もっと入らんと。怖いね。もっと。もっと入らんと。どこなの、怖いね。ここおるやん、今。怖いね、怖いね。ちょ、もうめっちゃおるやん。どこ。めっちゃおるやろ。めっちゃおる。めっちゃおる。入れて。え、重い。あ、ほんで、ほんで、これ、何をするんすか、次。これ、その、うわ、こう。はい、飛ばして。うわ、来てる来てる、めっちゃ来てる、おるおる、出てきて。上も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 やったって。上も飛ばして。はい、はい、オッケーオッケー。あ、そう、オッケーよ。はい、はい、はい。はい、そうそうそう、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。潰したらあかんよ。怖っ。取れてるかな。取れた？取れた？いや、これ手に買って赤いの。なんかね、もうそれはこうやって。離れといた方がいい。あ、ちょっとあの聞いた取るから。取れてないともう一回取らなあかん。もうえって、ほんま。もう一回やる。もうえって。もう一回やる。取れた？もうえって。これ一番みんな見たいで。絶対。あ、エコさんの分がない。あ、いい、確かに。大丈夫、大丈夫。エコさんって山田君のお母さんと同じ。いや、こんなとこもうええの。ほらほら、うわー、見える、うわー、うわー、ちゃんと見えんでよかったかも。めっちゃ切ない、アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。え、みんなはキャンプをしているのかな。キャプテンたち、僕たちはみんないつもキャンプをしているよ。藤岡弘さん。